こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。ここ最近肉を食べているせいか、ものすごくお腹が張っているというか、お腹いっぱいですね。サムネイルは鶏の心、心臓、鶏ハツですね。鶏ハツの塩焼きです。塩炒めかな。で、昨日食べ残した白菜サラダ。今日はもう肉がっちり切ります。ご飯食べたら腹が張って仕方ないですね。大して好きでもないご飯のためにお腹が張るのは嫌なので、がっちり、そうです、がっちりと鶏ハツ焼き鳥を食べることにします。まあうまいですからね、鶏のハツ。ネックの次に好きかな。ネックもね、大好きなんですけど、ネックはちょっと高いんですよね。ハツの2倍半の値段ですからね、ネックは。焼き鳥が人気の証拠ですね。体重 56.1、 昨日より 500g 増えてますね。体重 56.1、 体脂肪率 13.0、 基礎代謝1315、内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.3、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 56.1、 体脂肪率 13.0、 基礎代謝1315、内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.3、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、鶏ハツ塩焼き、塩炒めにしておきましょう。鶏ハツ塩炒め、白菜サラダ以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。